さあさあさあ、カラカウア通りに入ります。旗が見えてきたよ。本当だ本当だ、ほらこの辺とか全然行けそうじゃね。大丈夫そうだね。じゃあちょっと申し訳ないけど車番してもらっていいかな。何言ってたんだよ。この辺止めてみますか。じゃあさあ、ワイキキの街中に5人が降り立ちます。ではここで第2問。この後街行く人に写真撮影をお願いしたのは5人のうち誰。ベッドで嵐、ベアベッド席3位、記念写真の撮影をお願いしたのはさあ誰か。そこまで。そこじゃん、そこいい抜けが。あ、こっちこっち入れたら綺麗だ。ここ全所帰るよ多分。うわすげえ、止まった、日本の人来た。じゃあそうだね、それで。アロハね。アロハ。Thank you. Thank you. Thank you. ハワイの街中で5人だけの記念写真、これってかなり貴重ですよね。完璧じゃん。そしてお次は松本さんがプランしていたアロハシャツ屋さんへ。あ、写真撮ってる。やっぱり俺らも撮ってもねー。あっちのスポットが一番いいもんねー。嵐が嵐の旗撮って自慢してる。懐かしいな。もうなんか知ってる。ここ小倉さんと中継したじゃん。そうだよ。目覚ましとか中継とか。丸か中庭みたいなとこが。川端さんが休みでたまたまハワイにいたから仕事するっす。川端さんには頭が下がるところ。うわいいなサーフィン。あ、いい波来てるわ。やってないじゃん。そうこうしているうちに5人の車は目的地のアロハシャツ屋さんに到着。